どちら様ですか？伊達ですよ。昨日教えたでしょ。それに名刺も渡しましたし。はあ。それでご用件は？昨夜って何時ぐらいのことですか？10時前のことです。あ、その時間はもう寝てましたよ。寝てた？いや、そんなはずはない。あなたはイリスとオータを追ってこの店を出て行った。その時の光景はこの目で、左目でしっかりと確認してるんです。左目？どうして両目じゃないんですか？それは…とにかく昨夜、私はどこにも出ちゃいませんよ。ぐっすりと眠って夢の中にいたんです。夢？そう、とっても懐かしい夢を見て。ああ、これですか？まだ太田が小さかった頃、家族で撮った写真です。なんとなく眺めたくなってしまって。私はダメな母親なんです。昔から夫や息子に迷惑かけてばかりで、二人には何度助けてもらったかわかりません。なのに二人はとっても優しくてね。ある年の母の日に私にプレゼント。二人とも私が花柄が好きなことよく知ってたから、それでこの花柄のエプロンと包丁をくれたんですよ。私嬉しくて嬉しくてたまらなくて、自然と涙が溢れてきて。この写真はその時に撮ったものなんです。恥ずかしいですけど、いい写真でしょ？ええ、とても。さあ、一体どこをほっつき歩いてるんだか。伊達、真由美の夫、太田の父親について調べてみた。名前は松下武郎。5年前に心筋梗塞で亡くなっている。そんな、どういうことだ？
確かあれは息子が小学校に上がったばかりの頃です。簡単なお使いを太田に頼んだんですが、あの子ったらどれだけ待っても帰ってこなくて、夫は心配ないって言ったんですが、私は辛抱できなくなって太田を探しに、そしたらあの子近くの信号の前で立ち止まってしくしくと泣いてたんです。いつまでも信号が赤のままだから道を渡れなくて帰れなかったって。でもね、その信号ったら押しボタン式だったんですよ。あの子はそれに気づかずに赤信号の前でずっと立ち尽くして、まったく頑固っていうかバカ正直っていうか、だけどそんな太田のことが私は可愛くて可愛くて仕方がなくてね。準備？何のことですか？太田君の入院に必要なものを取りに来たんじゃないんですか？太田が入院？あの子はピンピンしてますよ。変なこと言わないでください。なあだて、ちょっと気づいたことがあるんだが、サーモモードで真由美を見てくれないか？わかるか？脳の一部が青く染まってるな。これはその部分の血流量が著しく少ないことを示している。つまり？そう、真由美は病気だ。彼女の通院記録を調べてみた。真由美は6年前から脳の機能障害、ディメンツを患っている。ディメンツ？症状は多岐にわたるが、真由美に認められるのは健忘だ。彼女の中からは様々な記憶が欠落している。なるほど、今までの不可解な発言はそのせいだったのか。だがそんな状態で食堂の経営なんかできるのか？経営はしてない。え？この飲食店松下食堂は8年前に潰れている。松下食堂は樺崎地区の近くにある。ギリギリ立ち入り禁止区域には入っていないから、法的にはここに住むことについては何の問題もない。だが化学工場の爆発によって来客数は相当減ったはずだ。もともとこの店の経営はブルームパークが存在するからこそ成り立っていた。ブルームパークを往来する客が園内で食べるよりも安いからという理由でこの店に立ち寄っていたのだ。ところが8年前にブルームパークは閉鎖、客足はパタリと途絶え、その結果店が潰れたことを真由美は気づいてないのか？おそらくディメンツのせいで。ああ、なんてことだ。さてと、もう話はいいですか？夜の営業の準備、そろそろ始めなきゃいけないもんで。伊達、行こう。彼女の世界を壊さない方がいい。そうだな。
どうやって入った？塀を乗り越えて。不法侵入だぞ。野球のボールが入っちまったんだ。取らせてくれ。いいよ。この子なんだが。かわいい。ん？あ、いや、なんでもない。今、かわいいって言ったよな。言ってない。言った。言ってない。言った。カバディって言ったんだ。この子とカバディ、何の接点もないだろう。とにかく、こんなガキのことは知らん。さあな、私は何も知らん。仮に知っていたとしてもあんたに話すことはできない。守秘義務ってやつだ。おい相棒、見ろ、オオサンショウウオがいるぞ。瀬島は裕福な国会議員だ。飼っていても不思議じゃないだろう。そうか。どうしてあんなところに中目黒のキャバクラティーフブラウンのレイカちゃんがいるんだ。ただの灯籠だろ。似ても似つかねえよ。金曜日も土曜日も先生はずっと自宅にいた。昨夜から今朝にかけては寝室でお休みに。何か証拠になるものはあるか。私の証言で十分だろう。アイゴ、この屋敷に監視カメラはいくつも設置されている。だがどういうわけか今はいずれも電源がオフに。この数日間の映像データもどこにも残されていない。なんだよそれ、めちゃめちゃ怪しいじゃねえか。知らん、誰のことだ。この子だ。見覚えはないか。顔を見ても変わらんよ。瀬島の体温について目立った上昇は見られない。こいつは政治家だぞ。嘘をつくのが仕事だ。まあ確かに。そんな時間眠っていたに決まってるだろう。何かあったのか。ニュースは見てないのか。ああ、今朝からずっと本を読んでいた。何があったのかは知らんが、私は無関係だよ。昨日も言ったはずだ。熊倉組と怪しい付き合いはない。そういえば相棒、昨日聞かせてくれた川崎地区の土地に関する売買の話、まだ途中だったよな。ああ、その話についてはまた後で。
さてと、そろそろ帰ってくれないか。まだ質問は始まったばかりだ。何を聞いても同じだ。先生はあんたが追ってる事件とは何の関係もない。それを判断するのはお前じゃない、俺の仕事だ。やれやれ、こっちも手荒な真似はしたくないんだよ。このままあんたを処分して池の鯉に食わせちまってもいいんだぞ。ああ、やれるもんなら。だて、こいつ意外と本気かもしれないぞ。ん？体を調べてみよう。こいつ、ハンドガンを。もちろんモデルガンではない、実銃だ。おい、やけに物騒なもん持ってんじゃねえか。何のことだ。とぼけても無駄だ、銃刀法違反でしょっぴくぞ。意味がわからん。お前が携帯してる銃のことだ。銃なんて持ってない。持ってんだろうが。証拠でもあるのか。そんなもん見れば一発で。見る？何を？どうやって？令状がなければ身体検査はできないはずだが。おしゃべりは終わったか。用が済んだならとっとと帰ってくれ。だて、これ以上話を続けても新たな情報が手に入るとは思えない。今はひとまず引き返すのが賢明だ。ったく、腹立たしい奴らだ。大丈夫ですか？伊達さん。看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって、命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして力が抜けてしまって。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でも、もう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。いないいないばあ。イリスが小さい頃、カーテンに隠れてよくそんな遊びを。そこのカーテンを見たらなんだか突然思い出してしまって。今日の午前3時頃、ひとみさんは何を。ああ、気を悪くしないでください。これも仕事なもので。家で寝ていました。午前4時頃。警察の方が迎えに来るまで、事件のことは
その時初めて知って。今の証言は捜査資料に記載されているものと同じだ。午前4時頃、警察の人間が瞳のところに？ああ。冷凍倉庫から左岸家までの所要時間は？車で20分から25分。白熊が倉庫から逃亡したのは確か3時15分ぐらいのことだったな。そうだ。急げばギリで間に合うか。瞳を疑ってるのか？そういうわけじゃないが。瀬島って、あの国会議員の？ええ、二人に何かつながりがあるんじゃないかという情報が。つながりなんてないと思いますけど。あの子は、イリスは左目を失ってしまいました。奪われた眼球はまだ見つかってないそうです。視神経や血管がつながっていれば元に戻すこともできたみたいなんですけど、でも命が助かっただけでも感謝しないと。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる数少ない友人の一人でした。イリスの手術が終わるのを待ってる間、その真中のことが脳裏をよぎって、私本当にどうにかなってしまいそうで。よほど辛い経験をされたんですね。ええ。太田君には本当に心から感謝しています。いえ、そんな言葉では足りません。だって太田君がイリスのこと助けてくれたんでしょ。警察の方から伺いました。もし太田君があの倉庫に行かなかったら、今頃イリスは本当に何と言えばいいのか、お礼の言葉が一つしかないのがもどかしいぐらいです。実は太田くん、私の教え子だったんですよ。彼が小学生の頃受け持ったことがあって、昔から正義感は強い方でしたけど、でも命を懸けてまで誰かを救うなんて、私が言うのもなんですけど、立派な大人になってくれたと思います。きっとお母さんの育て方が良かったんでしょうね。こんな時にいろいろとお尋ねしてすみません。いえ。では私はこれで。なあ水木、それそろそろやめてくれないか。聞きたいことがあるんだ。
わかった。悪かったよ。実は昨日あの後暴力団の事務所に行ったんだ。熊倉組、沖浦とつながりがあるってマーブルのママが言ってただろ。それでいろいろと話を聞きに。だが小6のお前をそんなところに連れて行くわけにはいかなかった。だから。私暴力団なんて怖くない。そんな連中3秒で息の根を止めてやる。物騒なこと言うなよ。女の子だろ。あ、それ性差別的な発言。そんなこと言ってるからモテないんだよ。俺はモテる。嘘つかないで。この4年間彼女がいた気配なんて一切なかったし。俺の彼女はくの一なんだ。はいはい。で、聞きたいことって何？昨日マーブルまでお前を迎えに行った女性警官は？帰ってもらったよ。定期的に連絡するから心配しないでって言って。そっか。何そのがっかりか。もしかして彼女目当てでここに来たとか？別にそういうわけじゃ。貧乳だったよ。あ、伊達はむしろ貧乳がタイプか。巨乳も好きだ。もうなんだな。だって、私がいないときそのパソコンで変な動画見てるでしょ。変な動画って NTR がどうしたこうしたみたいな。バカ NTR じゃない、 NRT だ。成田空港に発着する旅客機の動画だよ。てかお前、人のパソコン勝手に触んじゃねえよ。あ、この前届いてたカード会社からの督促状、その中に入れといたから。4年前、瑞希はよくあの中に隠れてお前のことを脅かしたよな。ああ、その度に俺は叱りつけて。だが最近じゃあもうそんな子供じみた遊びをすることもなくなった。実に喜ばしいことだ。そうかな。本当はちょっと寂しいと思ってるんじゃないか。なあ瑞希、冷蔵庫で飼ってるクリオネ、いい加減どうにかしてくれないか。別にいいでしょ。よくないだろ。1匹や2匹だったらまだしも、すでに100匹近くいるんだぞ。しょうがないじゃん、繁殖しちゃったんだから。Thank you.
ねえ、そこに伊達の服かけるのやめてもらえない？なんでだよ。加齢臭が映るから。でん、確かに俺はインド料理が好きだが。伊達、そういう意味じゃないと思うぞ。午前3時の動画、ネットで見てたから知ってる。オータンすごいよね。ちょっと見直しちゃった。イリスとオータの手術は無事に終了した。二人とも命に別状はないそうだ。本当に？あ、よかった。オキウラ水産はおじいちゃんが作った会社だけど、パパとは何の関係もないと思うよ。17年前におじいちゃんが亡くなってから、沖浦家とは何の関係もない人が社長やってるし。私が生まれる前に死んじゃったから私は会ったことないんだけど、でも話だけはパパから聞いたことがあって。どんな話だ？おじいちゃんがひいおばあちゃんのお腹の中にいる時、ひいおばあちゃんを乗せた客船が嵐に巻き込まれてナンパしちゃったんだって。その時ひいおばあちゃんは臨月を迎えてて、おじいちゃんは海の中で産み落とされたんだ。海の中で？うん。それからおじいちゃんはイルカに育てられて。は？16歳になった頃には素手でカツオを捕まえられるぐらいの腕前に。その後おじいちゃんは陸に上がって人間の言葉や文化を学習し、いろいろあって沖浦水産を立ち上げることになったんだって。なんかの伝説かよ。そう、当時のおじいちゃんは生きた伝説。漁師や船乗りたちからも一目置かれるレジェンド的な存在だったんだ。水木、話を聞かせてくれてありがとう。参考になったよ。参考になったか。俺は捜査を続けなきゃいけないから、これで。待ってよ、また置き去りにするつもり？私も一緒に行く。ダメだ。なんで？お前を危険なことに巻き込むわけには。大丈夫だよ、だって私強いもん。私がどれだけの力を持ってるか伊達だって知ってるでしょ。ていうか、そもそも私の能力を引き出してくれたの伊達自身じゃん。お前、それどうしたんだ？誰にやられた？クラスのやつら。男子とか女子とか全部で5、6人はいたかな。パパやママと一緒に暮らしてないなんておかしいってからかわれて、それで私ムッとして言い返したら、向こうの方から手出してきて。そいつらの名前を教えろ。俺が半殺しにしてやる。伊達、その判断は浅はかだ。この種の問題に大人が介入したところで、その場しのぎの対症療法にしかならない。水木が自分自身の力で解決しない限り、同じことの繰り返しだ。水木、これから時間をかけてお前を特訓する。え？そいつらをぶちのめす力をお前に授けるってことだ。早速だが、今から始めるぞ。準備しろ。
なんで神社？特訓といえば神社だろう。特訓といえば神社なの？こういう厳かな場所でやった方が気が引き締まるのだよ。まあ何でもいいけど。じゃあまずはお前が強くなるために必要な4つの極意を教える。この4つさえ守ればお前は誰にも負けないスーパーパワーを手に入れることができるだろう。なんかだってさっきからキャラ違くない？伊達ではない。修行中は師匠と呼べ。ねえ、だってあの縄ってなんて言うんだっけ？しめ縄だ。漢字では注ぎ連ねる縄と書く。古代の中国で水を注いで連ねた縄が魔除けとして使われていたことからそう書かれるようになったらしい。自分から聞いといてねんなよ。なあ水木、釣り糸とガム持ってないか？誰か、ここに賽銭泥棒がいます。あの石碑なんて書いてあるの？エレベーターから降りるとき、乗ってる人をおもんばかって閉じるボタンを連打する人がいるけど、あれ全く意味ないからって書いてあるな。絶対嘘だよね。ねえ、だってあれって何なの？お前、手水屋を知らないのか？あそこは参拝の前にへそを洗う場所だよ。おへそ？そうだ。神道ではへそというのが最も汚れた場所であるとされてるんだ。だから神に祈りを捧げる前に聖なる水でへそを清めておく必要があるんだよ。へえ、そうなんだ。今のダジャレじゃないからね。伊達、さっき水木に嘘を教えただろう。ん？へその話だよ。水木のやつすっかり信じ込んでしまったみたいだぞ。ま、そのうち気づくだろう。喧嘩をするには絶対に気持ちの面でも勝っておく必要がある。絶対に負けないぞってそういうこと？あ、そうだ。キャバクラに行くときと同じだな。店に行く前からどうせモテないってふてくされてたんじゃ、モテるもんもモテなくなる。勝負はもう店のドアノブに手をかけた瞬間から始まってるんだ。うん、確かにその通りだねってなるわけないじゃん。水木、誰にも負けない方法を知ってるか？え、そもそも喧嘩をしないとか？それも一つの回答だが、お前が今身につけるべきなのはそれではない。誰にも負けない方法。
それは先手を取ってその一発で相手を仕留めてしまうことだ。言ってることはわかるけど。もちろんそうしろと言っているわけではない。だがこのことを知っているかいないかで喧嘩の成果に大きな差が出る。それはいいんだけど、伊達のそのキャラマジで何なの？伊達ではない、師匠だ。喧嘩になったら相手の心を折るのが大切だみたいな話？いや、そうではない。心を殺すのは瑞希、お前の方だ。どういうこと？喧嘩の最中だけは自分の中から哀れみや情けの感情を殺すんだ。相手を一人の人間として考えたら、そもそも喧嘩なんかは不可能。敵と拳を交えるその瞬間だけは、目の前のそいつをパンチングマシーンかこんにゃく人間だと考えるんだ。こんにゃく人間ってなんで？日々の生活を丁寧にこなすことが一番のトレーニングになるのだよ。適切な食事や生活リズムは強い肉体を形成する。さらに他人の気持ちを考え、気を配りながら日常生活を送れば、喧嘩で相手の一手を先読みするのに役立つのだ。なるほどね。でもそれじゃあめちゃめちゃ不摂生をしてる伊達はめちゃめちゃ喧嘩が弱いってことにならない？風が出てきたな。いや、なんとなくかっこいいこと言ってもごまかされないから。とにかくこれら4つの極意を実践すればお前は強くなれるはずだ。眉唾だな。俺を信じろ。言う通りにしたら一月後には俺に感謝することになる。本当かな。どれ、その時のお前と比較するため今のお前の強さを見せてみろ。は？強さを見せるってどうやって？そうだな、一発パンチの振りでも見せてくれ。そうしたら大体のことはわかる。よくわからないけど、とりあえずやってみるね。まずは目を閉じて意識を集中しろ。こう？そうだ。そして思い切り拳を突き出す。えい！え？どうだった？いや、気を使わなくてもいいよ。まだまだなのは分かってるから。そういえばなんだが、お前いじめっ子たちに殴り返しはしたか？ううん、私の方からは手出してない。だって相手はたくさんいたし、どうせ金一個ないって思ったから。そうか、こいつ自分の力に気づいてないのか？みたいだな。瑞希、なんというか、もう少し自分に自信を持ってもいいと思うぞ。え？ただ師匠にだけは歯向かうなよ、絶対だからな。ああ、そうだな、確かにお前は恐ろしいぐらいに強い。じゃあ。だがダメだ、お前を捜査には連れていけない。どうして？どうしてもだ。沖浦から責任を持って預かった以上、お前を危険な目に遭わせるわけにはいかないんだよ。ずるいよ、パパのこと出すなんて。イリスとオータも同じだ、そんなことは望んじゃいないはず。分かってくれ。もしもお前の力が必要になったら、その時には言うから。本当に？ああ。約束だよ。約束だ。さあ、行くぞ、相棒。次はどこに？
本部に着く前にここまでの捜査状況についてまとめておこう。高熱が出た時に腫れるやつだ。リンパね。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番イケメンの警察官って誰？それはれはもちろんロン伊達さんですですです。伊達、それはもう笑えないレベルだぞ。少し休んだ方が。柔道がめちゃめちゃ強い料理人、黒帯コックさんか。今のところ瀬島が第二サイクロ事件に関わっている可能性は低いと言わざるを得ない。それには俺も同意するが、どうしてこうも瀬島の影がちらつくんだ。殺された翔子とお給らは熊倉組と関係していた。その熊倉組と瀬島には何らかの接点が。つまり熊倉組を中継地点として被害者と瀬島は結びついてるってことに。さらにイリスと瀬島にも何かつながりがある可能性が。イリスのソムニウム世界に瀬島が出てきたからか。そうだ。私としては瀬島のボディーガードが銃を携帯していたことも気になっている。少し調べてみたんだが、瀬島は他にも大量のボディーガードを雇っているらしい。もしもそいつら全員が銃を所持しているとしたら、それはもう暴力団顔負けの立派な武装集団だ。瀬島のやつ、テロでも起こすつもりか？いずれにせよ、やつの背後にどす黒い闇が渦巻いているのは確かだ。水木から沖浦水産に関する新たな情報は得られなかった。やはり現在の沖浦水産と殺害された沖浦蓮寿とは何の関係もないように思える。うん。だが何か引っかかるんだよ。真由美は脳の機能障害、ディメンツを患っている。もしも仮に真由美が昨夜太田とイリスの後を追っていたとしたら、真由美は白熊の中の人を見ている可能性が高いことになる。だが覚えてないんじゃな。あ、そういえば大事なことを伝え忘れていた。なんだ？冷凍倉庫で見つけた驚きマンチョコの件だが、パッケージに付着していた指紋を解析したところ、所持していた人物が判明した。誰だ？松下真由美だよ。なんだって？真由美はあのチョコを甲州街道沿いにあるコンビニ812で購入したらしい。店の防犯カメラにその姿がはっきりと映っている。812の通称は8。その8は太田が車を奪ったコンビニファミストから100メートルほど離れた地点に存在する。ちょっと待ってくれ。なんかややこしいな。要するにこういうことだ。
なるほど、続けてくれ。チョコの購入時刻は昨日の午後10時33分。太田が車を奪った時刻と同じじゃないか。ああ。どういうことだ？詳しい経緯はわからない。だが、とにかく真由美は、昨夜エイトで驚きマンチョコを購入し、その後何らかの理由で冷凍倉庫に足を運んで、そこでチョコを落としたのかもしれない。塾講中にすまないが、ボスから電話だ。繋いでくれ。伊達くん、イリスの手術が終わったのは知ってる？ああ、さっき病院で聞いたよ。命だけは助かったそうだな。だけどまだ意識は取り戻してないのよね。今は ICU の中にいて面会謝絶だって。そうか。でも太田の方は喋れるようになったみたい。処置が終わったのか？ええ、さっき一般病棟の方に移されたそうよ。分かった、すぐに行く。私も向かうわ。病院で落ち合いましょう。太田、具合はどうだ？びっくりするぐらい元気だよ。まだ麻酔が効いてるから痛くもなんともないし。そうか、そいつはよかった。太田くん、手術が終わったばかりなのに申し訳ないけど、ちょっと話を聞かせてもらえる？ちょっと太田くんに興味があって。僕に？あなたは命を懸けて愛する女性を守った。なかなかできることじゃないわそんな勇敢な少年がどんな人物なのか直接会って確かめてみたかったの。少年って僕もう24なんだけど。私からすれば少年よ。あの遊撃手なかなかやるな。それはショートうまいだ。ねえ伊達さん、いつ帰るつもり？そろそろオマルジャルが始まっちゃうんだけど。見せねえから。ねえ伊達さん、ちょっと眠れそうもないんだ。今夜一緒に添い寝してくれないかな？なんで俺が？じゃあそこのおばさんでもいいや。誰がおばさんよ！見つかってたらとっくに教えてるわよ。伊達くんに任せるわ。そういやお前、中華鍋で俺のこと殴ったよな。あ、それはアセトンちゃんを守らなきゃと思って。言い訳の前に言うことはないのか？ごめん、すみませんでした。ああ、それでいい。だが次はないからな。もう絶対にしない！
インドの神様ガネーシャに誓うよ。なんでちょっと遠くの神様に誓うんだよ。手術無事に終わったんでしょ。ああ、お前のおかげだ。もしもお前が例の白熊に飛びかかっていかなかったら、今頃イリスは。僕はアセトンちゃんのファンだからね。ファンがアイドルを守るのは当然だよ。ラーメンにはニンニクを入れるくらい当然さ。それは好みの分かれるところだと思うけど。にしても我ながら自分が怖いよ。あの白熊ったら、僕と目が合った瞬間ガクガクと震えちゃってさ。きっと僕の本当の力に本能レベルで気づいたんだろうね。オータの体温上昇を確認。こいつちょっと盛り上がったな。まあ今日ぐらいは許してやれ。ああそうだな。伊達さん、あの配信動画見てたんじゃないの。犯人は白熊だよ。の中の人だろ。そいつが誰だったのか聞いてるんだ。そんなの分かんないよ。分かんないようにするために犯人はあの着ぐるみを着てたんだろうし。それはごめん、絶対に言わないって約束したんだ。例の自作自演のこと、イリスにバラすぞ。そしたらどうなるかわかるな。せっかく爆上がりしたお前の株も一瞬にして暴落だ。うぐ。でもやっぱり言えない。なんでそこまで固くななんだ。あのな、冷静になって考えてみろ。イリスを襲った犯人は未だ逃走中なんだぞ。イリスはその犯人の顔を見ているかもしれない。もしもそうなら、そいつは口封じのためにイリスの息の根を止めに来るかも。そんな。イリスを守るには犯人を捕まえるのが最も手っ取り早い。そのためにはどうしても情報が必要なんだ。わかったよ。こいつを見て何か思い当たることは。これはなんだ。何か知ってるのか。サーモグラフを見るまでもない。確実に知ってるって顔だ。確かに。伊達さんをその中華鍋で殴った後のことだね。そうだ。あの後僕はうちの車 K のワンボックスにアセトンちゃんを乗せて一緒に逃げたんだ。でしばらく走ったところで一息つこうってことになって、甲州街道沿いにあるファミスト、そこの駐車場に車を止めたんだよ。そこで助手席のアセトンちゃんに何か飲み物買ってくるねって言って、僕は車を降りて店内へ。そしたら店の外から突如アセトンちゃんの悲鳴が聞こえてきて、オータ助けてって。僕は慌てて外に飛び出し、うちのワンボックスのところへ駆け寄ろうと思ったんだけど、その時にはもう車は猛スピードで走り去った後で、どうしようどうしようと思って辺りを見回すと、エンジンがかけっぱなしになってた1台の車が。ステーションワゴンだな。そう。気がつくと僕はその車の運転席に飛び乗ってた。別に盗もうと思ったわけじゃないんだよ。ちょっと借りようと思っただけなんだ。時刻は午後10時33分。これで太田がステーションワゴンを奪った理由は分かったな。前に伊達さんに話した土曜日のこと、ちょっとだけ嘘が入ってたんだ。どこが嘘だったんだ。
散歩けに行ったら店の入り口に本日貸し切りって札がかかってて、その後のことだよ。僕は伊達さんにそれから家に帰ったって言ったけど、本当はすぐに帰ったわけじゃないんだ。2時間以上秋葉の街をブラブラしてて。もしかして新しい携帯を買ったのはその時のことか。うん。でもどうしてそんなことを隠す必要が？続きがあるんだよ。確か夜の8時50分ぐらいだったかな。秋葉の交差点を渡ろうとしたら、信号を待ってる沖浦さんの車を見かけたんだ。それで近づいてみたら、ハンドルを握ってたのはアセトンちゃんで。イリスが？うわー、びっくりした。びっくりしたのはこっちの方だよ。どうしたの？どうしたのって、アセトンちゃん、免許なんて持ってたの？そりゃもちろん持ってない。無免許ってこと？しー、沖浦さんにちょっとお使いを頼まれちゃって、それでこの車を借りて。お願い、このことは絶対誰にも言わないで。約束してくれる？もちろんだよ。その後信号が青になって車は走り去っていったんだ。車の中にいたのはイリスだけだったのか？うん、アセトンちゃんだけしか乗ってなかった。僕がナイルに書いたあのことっていうのはこのこと。今をときめくネットアイドルが無免許運転なんて大問題でしょ。それで今まで黙ってたんだ。土曜日の6時15分、散歩家が入っているビルの中から沖浦とイリスが一緒に出てきたところを太田は見かけている。それからおよそ2時間半後、次に太田が目撃したのは沖浦の車を運転しているイリスの姿だった。どう思う？イリスのやつめちゃめちゃ怪しいじゃねえか。ところがイリスは第二サイクロ事件の犯人とおぼしき人物、二代目のサイクロプスに左の眼球を奪われている。さらに太田が駆けつけなければ、あのままイリスの体は真っ二つに切断されてたはずで。一体どういうことだ？その車で甲州街道に飛び出したんだけど、その時にはすでにうちのワンボックスの姿は見えなくなってて、それからしばらくの間僕は必死になってアセトンちゃんを探し回ったんだ。警察に連絡しようとは思わなかったのか？だって僕、伊達さんのこと殴っちゃってたし。そんなこと気にしてる場合じゃないだろう。だけどその時の僕はそう思ったんだよ。警察に行ったら逮捕されちゃうって。パニックになってたし、頭がうまく回らなかったんだ。そのせいで大事なことに気づくのも遅れて。大事なこと？僕、ワンボックスの車内に買ったばかりの携帯を置きっぱなしにしてたんだ。それが大事なことなのか？ものすごくね。だってあの携帯には GPS の機能がついてたから、それを調べればワンボックスの位置が特定できるじゃん。なるほどな。というわけで僕は近くのネカフェに駆け込んで急いでそれを調べたんだ。そしたら僕の携帯は江東区有明4丁目の倉庫街にあると分かって、あとは伊達さんが知ってる通りだよ。僕が切断機の電源を切ったのは知ってるでしょ？ああ、それからお前は雄たけびを上げ配信動画のフレーム外へ。その後のことが知りたいんだ。
頭の中が真っ白になっちゃってたからあんまりよく覚えてないけど、とにかく僕白熊に向かって突進していって、かなり長いこと戦ってたと思う。取っ組み合いになってもつれ合う感じで、そしたらいつの間にか刃物でお腹を刺されてて。念のため確認するが、白熊の中の顔は見てないんだな。うん、見てない。じゃあ声や体型はどうだ？そういうのも全く。何でもいい、手がかりが欲しいんだ。悪いけど知ってることは全部言ったよ。他に手がかりになりそうなことは何も。本当か？うん。伊達、見てくれ。おいおい、この子に及んで何を隠そうってんだ。伊達、どうも太田の様子がおかしい。注意しろ、何かしでかすつもりかもしれん。しでかすって何を？こいつ握っているのは果物ナイフだな。なんでこんなもんを。とにかく今やるべきことは一つだ。わかってる。離せよ。一体どういうつもりなんだ。うるさい、いいから離せって言ってんだろ。催眠ガスか、やってくれたな。話が聞けなくなっちまったじゃねえか。聞けないなら見せてもらえばいいじゃない、彼の頭の中を。伊達さん、いつもの通り制限時間は6分です。絶対にオーバーしないでくださいね。大丈夫だ。そんなことより本当にいいんだろうな。太田は手術したばっかりなんだぞ。何かあったら私が責任を取るわ。だが。いいからつべこべ言わずに始めて。では行きます。ください。Wi-Fi さえあれば他には何もいりませんので。すまん、うちはペットはダメなんだ。ちっ、冷たいやつめ。ここはあの時の冷凍倉庫か。そのようだな。漫画喫茶やオタクショップではないんだな。いや、倉庫というロケーションは特撮ドラマなどではおなじみと言える。詳しいな。こうなることを予測して太田の趣味に関する情報を検索しておいた。なるほど。ところでお前なんだか小さくなってないか。ああ、あるいは私以外の全てが大きいのか。興味深い現象だ。おい、あれは。まだとイリスが。待てー、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、悪を倒せと僕を呼ぶ。アセトンちゃん待ってろ、今助けるぜ。トーン。アセトンちゃんは僕が守る。今のはあの時見た配信映像の。太田の記憶の再現が行われているのかもしれない。
多少誇張されてはいるが。よし、ならスムーズに記憶が再現されるよう俺たちがサポートしてやろう。ソロニウムスキャン開始。感じで。うわ、これじゃ何の成果も得られませんでしたってことになる。どうする。なんだかわからんが、仕入れた知識が役に立ちそうだな。こんなことのためにローカルストレージの容量を使いたくはなかった。ツルツルに凍った床だ。これは伊達の分。これは伊達の分。伊達の分だ。何をされたんだ。戦わなければ生き残れない。うおして勝利の栄光とやらを探してやらなければな。伊達さん、残り4分切りましたよ。フォークリフトだ。は？出撃？ここはオータの世界。この世界でのお前の役割は、オータと白熊の果てしないバトルをアシストすることだろう。お前オータ
私のクールで知的なイメージが破壊されてしまった。システムオールグリーン、シンクロ率 6%。 無人二役自動車フォークリフト出撃。どうした？時間が戻され、歴史が修正されてしまったようだ。この結末は許されないということか。やり残したことでもあるのだろうか。そうだな。途中まではいい感じだと思ったのだが。棚に取り付けられた寒さのせいだろうな。92% しか本気出してないしね。ほぼ本気じゃねえか。残り3分切りました、伊達さん。棚に取り付けられたプレートが。結構擦ったが、何も落ちないな。だがよく見ると何かがあるような。棚に取り付けられたプレートだ。その時、不思議なことが起こった。なんだ急に。よっ、眩しい。これは、万策尽きた。アセトンちゃん、死んでた。今度こそやられる。これも運命なのか。いや、僕は運命と戦う。そして勝ってみせる。だそうだが、なんとかするのは私なんだがな。この状況で正義のヒーロー太田がかっこよく対抗するためには、残り2分ないですよ、急いでください。フォークリフトだ。システムオールグリーン、シンクロ率 6%。 無人二役自動車フォークリフト出撃。フォークリフト、そいつをよこせ。こいつ、これで本当にイリスを助けられたのか。まあ、ここは太田にやってもらうしかないんだ。どうにか立ってもらわないとな。
オータだ。腰がすくんで立てないようだ。イリスの平和はオータの手で掴み取ることに価値がある。僕の中のゴーストが囁いた。そう、ここで逃げるわけにはいかない。アセトンちゃんを犠牲にはしない。目覚めろ、その魂。オータ、手荒な真似をしてすまなかった。本当だよ、信じられないよ、告訴するよ。ごめんなさいね、伊達くんがどうしてもって言うもんだから。俺はそんなこと。まあまあまあいい。とにかくオータ、お前にいくつか聞きたいことがある。遠回しな言い方はやめよう、端的に聞く。お前の母親松下真由美はあの冷凍倉庫にいたんじゃないか。え、何言ってるの。いたのか。いるわけないじゃん。だってあの出来事が起こったのは午前3時ぐらいのことだよ。母さんは家で寝てたに決まってるじゃないか。じゃあどうしてあんなもんが現場にあったんだろうな。あんなもの。確かにそいつは真由美が現場にいたことを示す確実な証拠にはならない。だがもしかしたらいたのかもと思わせるぐらいの十分な根拠にはなりうる。それは何かというと、驚きマンチョコ、冷凍倉庫の片隅から発見された。パッケージには松下真由美の指紋が。真由美がこれを購入したのは昨日の午後10時33分。場所は通称エイトと呼ばれるコンビニで、オータがステーションワゴンを奪ったファミストから100メートルほど離れた地点に存在する。冷凍倉庫の前には2台の車が止まっていた。1台は松下家所有のワンボックス。運転席の周辺からはオータの、助手席の周辺からはイリスの指紋が検出された。そしてもう一台はステーションワゴン。これは昨日の午後10時33分、甲州街道沿いのコンビニファミストの駐車場でオータが奪った車だ。なぜオータはこの車を奪ったのか。それは同じくファミストの駐車場にて松下家所有のワンボックスが車内にイリスを乗せたまま何者かによって強奪されてしまったためだ。それを見たオータは近くに止まっていたステーションワゴンをダッシュ、その車を使ってワンボックスを探し回ったのだ。なお調査の結果、ワンボックスが奪われた時刻はオータがステーションワゴンに乗り込む1分前、午後10時32分であることが判明した。
オータのソムリウムで白熊は凶器を落とした。それは花柄の包丁だった。柄の部分には母さんいつもありがとうという文字が。だってあの包丁は。ああ、わかってる。驚きマン、チョコ。病室でも見せたよな。こいつは冷凍倉庫の隅に落ちてたんだ。でも、だから何なんだよ。パッケージに真由美の指紋がついてた。え？その反応からすると、お前がこいつを真由美から受け取り冷凍倉庫で落としたってわけじゃなさそうだな。そんなことは花から分かっていた。このパッケージから太田の指紋は検出されてないからな。母さんは犯人じゃない。誰も犯人だなんて言ってない。俺はただ現場にいたんじゃないかと言っただけだ。待って、太田くん、どうしてお母さんが犯人じゃないってわかるの？だって僕はあの白熊と取っ組み合いになったんだよ。いくら着ぐるみを着てたって中にいたのが母さんじゃないってことぐらいわかるよ。それにたとえどんなことがあっても母さんは僕を刺したりなんかしないし。だったらお前どうして真由美をかばってる？かばう？かばってるだろ。別にかばってなんか。そうかな。お前はあの倉庫で真由美と直結する重要な何かを見たはずだ。だがそのことを俺たちには隠してる。実はお前自身が真由美のことを怪しんでるんじゃ。怪しんでなんかいない。一体僕があの現場で何を見たっていうのさ。包丁だよ、花柄の。母さんいつもありがとうって文字が刻まれてる。その包丁、太田が小学生の頃母の日にくれたものなんです。私花柄が好きなもんですから。それでお前その包丁で刺されたんだろ、白熊に。なんで知ってるんだよ。犯人はあの包丁を持ったまま逃げたのに。だから誰も見てないはずで。なのに。やっぱりか。でも違うんだよ、母さんはやってない。じゃあどうして包丁のこと黙ってたの？それは母さんが疑われるんじゃないかって思ったから。そしたら母さんはこんな風に取り調べを。そんなことになったら母さんがかわいそうだし。それに。それに？母さんはアセトンちゃんのことをよく思ってなかったから。もしかしたら、もしかしたらだけど、母さんは誰かにアセトンちゃんを殺すように頼んで、それで包丁をその人に渡したんじゃないかって、そう思って、そんな風に思っちゃって。そんなの絶対にありえないのにね。ありえないのに、あの包丁を見たら気が動転しちゃって。うむ。とにかく信じてよ、母さんは事件とは無関係なんだ。ああそうだな。え？俺もそう思ってる。少なくとも真由美がイリスをさらった犯人というのはありえないって。なぜなら。松下家のワンボックスは
中にイリスを乗せたままファミストの駐車場で何者かによって強奪された。昨日の午後10時32分のことだ。その1分後、100メートルほど離れた地点にあるエイトで真由美は驚きマンチョコを購入している。もちろん店内に入ったのはそれより前のことだ。これらの様子は店に設置された防犯カメラによってはっきりと捉えられている。したがって真由美がワンボックスを奪うことは物理的に不可能。必然的に真由美が白熊である可能性もゼロに近づくことになる。とはいえ殺人教唆の可能性は否定できないけどな。そんなのありえないって。お前が言ったんだぞ、誰かに殺人を依頼したのかもって。だからそれは、まあいずれにせよ真由美から話を聞いてみないことには何とも。チョコの件や包丁の件、聞きたいことは山ほどあるし。というわけで俺はこれから松下食堂に行ってくる。え、ちょっと待ってよ。安心しろ、俺は何も真由美をしょっぴくために行くわけじゃない。彼女の疑いを晴らすために行くんだ。本当に？ああ。母さんを逮捕するわけじゃないんだね。お前の母さんは人を殺すようなやつじゃないだろ。ありがとう伊達さん。夜分遅くすみません。いくつか聞かせてもらいたいことがあるんですが、お時間いいですか？やっと思い出しました、あの冷凍倉庫のこと。ん？私がやったんです、何もかも全部。